急激に近代化され西欧化されてきた現代の日本。産業の急速な発展、しかしこの新しさはしばしば人間の心を阻害する。心の触れ合いに欠けた社会、現代の日本は日本人に伝統的に形成されてきた心を踏みにじって精神的な葛藤や孤独をもたらしている。ここは精神病院。現実の社会とのつながりを失って自分だけの世界に閉じこもっている患者。患者に人間同士のつながりを回復させる努力。今患者たちを中心に治療者が理想的なコミュニティの在り方を探っている。私たちは常に社会的な阻害の克服と人々の健康的で人間的なつながりに関心を払わなければならない。平常心、あるがままの心、創造性、それは人間の心の働きの中で最も優れたものの一つである。精神的な阻害はこうした能動的で生き生きとした行動によって克服される。さらにその行動は多くの人々の心に何者かを訴える。
禅寺の朝、起床の合図である。13世紀の昔、日本に伝えられた禅。禅の僧侶たちは人の心を整理する術を知っていた。その修行の最も基本になる座禅。半眼に目を開き、1メートルほど先に視線を落とす。手の指を組み、静かに呼吸する。外からの刺激に動じることなく、もっぱら自分の心の中を顧みる。座禅の後、直ちに作務と呼ばれる労働が始まる。座禅ばかりでなく、一日中の生活のすべてを修行と考える。食事の準備も重要な仏道修行である。禅は自分の意志で心を外界から閉ざす積極的な遮断なのだ。ところがこの感覚遮断の実験は、禅の修行とは逆に一方的に音とか光の刺激を断ち切ってしまう受動的な遮断の実験である。赤外線カメラによって観察しよう。被験者はこれから光も音も時間の手がかりもない世界で丸一日を過ごす。睡眠はもちろん、食事をとることも自由だが、この実験はひどい苦痛をもたらす。数時間すると幻聴が起こる。耐え難い孤独に抵抗するように空想にふけり体を動かす。しかしこの外界からの感覚的刺激が欠如した受け身の遮断の世界は被験者を痛めつける。このような状態と共通しているのが、精神分裂病の患者に見られる自閉性である。
一つの部屋に大勢の患者がいても、お互い同士が集団となることがなく、バラバラである。固く冷え切った、閉ざされた心。それは全く受け身のものであって、同じ閉ざされた心ではあっても、座禅における自発的な遮断による表情とは全く違う。12世紀の絵巻、病の草子。小法師の幻覚が現れた男。人々は心の病のはっきりした原因が分からず、神仏の罰や霊のたたりと恐れた。これは不眠症の女。深い孤独の悩み。文楽人形劇老弁杉の由来。この渚の方は我が子を鷹にさらわれて狂った母親である。こうした不幸は同情もされたが、多くの場合、偏見から狂人は愚弄され、忌み嫌われ、災いの元を作るものと恐れられた。そして自らのコミュニティから排除され、社会的に隔離されていく。この結果、患者は人目を避けた場所に閉じ込められて余生を送ることになる。座敷牢である。この隔離された環境で患者は社会から取り残されていった。明治大正時代の最も主導的な精神科医であった呉修造は、当時の状況を統計的な記録と写真にまとめて公表し、患者たちの治療の改善を社会に迫った。
座敷牢でどうにもならなくなって患者は病院に送られてくる。あたかも物でも運ぶか犬でも連れ歩くようにして。大正時代の能病院の抗菌室。患者が興奮して暴れるとここへ入れて静かになるのを待つより仕方がなかった。一般社会ではただ病院から逃げなければいい、社会から害のあるものを隔離しておけばいいとする治安維持の一環としての考えが濃厚であった。それは帝国大学教授呉修造をして、我が国十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重するものと言うべしと叫ばせる状況であった。だが温かい人間的な雰囲気が患者の心を少しでも楽にするのだということに気づいていた人々も昔からいた。ここは京都の北の郊外、岩倉にある大雲寺。11世紀の昔、ある天皇の妃の精神病が治ったという伝説が多くの患者とその家族をこの地に引きつけた。大雲寺で今も行われている祈祷、護摩供養である。人々は祈祷の力で神仏の罰や霊のたたりである心の病を解決しようと祈った。大雲寺のこのような儀式は皇室の繁栄を祈るためのものであったが、精神病患者がそこに参加することに寛容であった。伝説の霊泉、この泉の水を飲めば心の病は速やかに治ったという。その伝説に集まってきた患者や付き添いの家族を受け入れるために岩倉のコミュニティは茶屋を作った。後にそれは保養所と呼ばれる独特な家庭的療養施設となった。岩倉のコミュニティの中で患者たちは何よりもまず自由であった。庭を散歩し菜園で働くことができた。この精神病患者とその家族たちのコロニーは第二次大戦中、食糧難から保養所が次々に閉鎖されるまで長期にわたって続いた。今も岩倉には住民の温かい理解と再建されたいくつかの活動的な病院がある。現代の精神病院では薬で病気の進行を食い止め、作業療法を盛んに試みる。社会的刺激をできるだけたくさん与えて自分の中に閉じこもっていく病的な遮断を克服させようとする。眠るけど中毒ならないですよ。集団による作業の中に医者も加わって、治療者と患者が平等の立場に立とうと努力する。これで眠れないからって言って、もう少しその強くしてくれって言って、あんまり強くするとよくない。
れと同じ。じゃあ私もあの人はあの薬で聞いたから私もあの薬で、そうはいかない。みんな全然個人。軽い症状のものは、また回復してきたものは病院から外部の工場へ通って働く。現実の社会の中で心身を鍛錬し技術を習得して、再び社会で本格的に適応して生活していく訓練をする。医師はできる限り患者たちと接触するよう努力する。そのためにはどんな可能性も利用する。外部へ働きに行った患者への適切な観察と助言。まあ病院でじっとしてるよりやっぱりね、こういうとこでやってる方が楽しいよね。気が入ります、気が入りましたね。その地域のコミュニティの特殊性に応じて患者が受け入れられていく体制を周囲の関係者と協力して作っていく。ところでちょうどジグムンド・フロイドと同年代に活躍した森田昌磨博士による神経質症の治療法のユニークさが注目されている。ここではまず1週間ぐらい患者を全く遮断した状況に置く。それは禅修行における座禅のあの積極的な遮断と対応する。患者は自分の不安と思う症状をそのままにただ横たわっている。このような遮断は人を不安から逃避することなくそれと直面させる。遮断から解放された他の患者たちは戸外の作業に従事する。不安と戦うことなく臨機応変に作業に没頭させられる。一日中の生活に入りきる。それが禅においては修行、森田療法では治療である。先ほどの患者、次第に不安と同居していられることが自覚されてくる。医師は患者と生活を共にする。観察を続け、適時に注意や助言を与える。日誌を書かせる。それは患者の心の動きをつかむ大切な手段である。森田療法では患者を病人扱いしない。神経質を異常としてでなく主観的な完全欲にとらわれた非行動的生活態度と考える。今日を積極的に受け止めて生活してゆけるなら神経質もその人の長所に転化したと見る。私たちの住む現代社会の健康的なコミュニティとは何か、その一つの実例を私たちは茶の心に求めた。
精神的な葛藤や阻害は、こうした豊かな創造性に支えられ、コミュニティの中で解消されて、健康的な社会が作られていく。社会精神医学の課題、それはいかに健康な未来を作っていくかということにある。